日銀によりますと、今年9月の県内の主な観光施設の利用客数は前の年に比べ56.9%、旅館・ホテルの宿泊客数は80.1%増加しました。さらに、先月11日に始まった全国旅行支援の後押しもあり、飲食店やコンビニなどの売上増加が加速しています。こうした状況を受け、日銀は、 県内の景気について持ち直していると4ヶ月ぶりに判断を引き上げました。ただ今後は物価の上昇や新型コロナの第8波の影響に注視していく必要があるとしています。